ゴルフの新しい形がここにある。ゴルフを愛する全ての人に捧げる最上級のひととき。太平洋クラブプレゼンツ、エバーグリーンクラブ。この番組はアワークラブ、アワーコース、日本が世界へ誇るゴルフクラブへ、太平洋クラブの提供でお送りします。千葉県八千代市にある太平洋クラブ八千代コース。都心から車を利用しても電車でもおよそ1時間の高アクセス。そこに太平洋クラブ、国内18番目のコースがこの春誕生した。クラブハウスのゲートをくぐるとシックな佇まいの空間が広がる。大理石や天然木を生かした優雅な空間は、訪れた全てのプレイヤーに安らぎと喜びを感じさせる。太平洋クラブ八千代コースの別名は桜の名所。およそ600本の桜が根を下ろす。品種によって満開の時期が異なるため、長い期間にわたり桜をめでることができる。そんなこの地の桜を愛したのがオリジナル設計者の安田幸吉。プロゴルファーとして活躍し、その経験を礎に設計家として全国に50以上の作品を残した。15番ホールはフェアウェイ両サイドの桜並木が圧巻の風景を紡ぎ出す。6番ホールでは眼下に咲き誇る桜の美しさに驚かされるだろう。谷に咲き誇る満開の桜を越えて打ち出すティーショットをぜひ体験してみてはいかがだろうか。後ほどお送りする今日のレッスンの舞台は6番ホールです。エバーグリーントーク。今回のトークテーマはパー3の醍醐味について。まあ、ゴルフ場には、まあ、パー4というスタンダードなところから長めのパー5、短いパー3とありますけど、広沢さん、はい、18のホールの中での、うん、パー3の醍醐味って言ったらどこですか？パー3は僕はもう、僕らアマチュアの中でパー3のまず何がしたいかっていうとホールインワンですよ。まあ、今だ1回もしてないんですけどね。このホールインワンはこれは腕の良し悪しじゃなくて、まあ運とかね、いろんなものがこう重なって入るもんだと思ってるので、もちろんプロゴルファーの人はね、上手い人がたくさんいて何回も入ってるんでしょうけど、なんつっても醍醐味はそのホールインワンできる可能性があるってことですよね。なるほどね。もう40年近くゴルフやってるのにホールインワン1回もないっていうね。アマチュアの方がよく言うのはキャディーさんいないとホールインワンはなんないって言うんですけど、それは保険が下りないだけでキャディーさんいなくてもホールインワンはホールインワンですよ。はい、保険が下りるかどうかの問題じゃなくて入るかどうかですからね。醍醐味ですからね。その通りです。そうですよ、そうですよ。さあ、阿部さん、はい、阿部さんもですから、もうそのホールインワンというのを目指してずっとこうね、ぼっとしてた何年の時間があると思うんですけどね。はい、実はホールインワン2回おお、素晴らしい。すごい人生の先輩を差し置いて2回も恐れ多いんですけど。そうなんですよ。これどういう入り方ですか？はい、1回目は高校生の時に試合でさせていただいて、はい、で2回目はプライベートのラウンドでしたんですけど、なんかでももう信じられないっていう感覚で、行ってみてこのカップの中を見るまでやっぱりドキドキですよね。はい、音は聞こえたけど本当に入ってるのかなみたいなワクワク感と、はい、忘れられないのでまたやりたいですね。ホールインワン目指していきたいですね。なるほどね。はい、はい、というちょっと今パッション的なお話がありましたが、ここは春さん、人生の先輩としてアカデミックにパー3の醍醐味をちょっと、はい、アカデミックに、パー3っていうのはプロゴルファーで、まあ、僕が試合 やってた時とかも含めてパー3が一番、まあ、集中力持ってプレーしないといけない、ものすごく難しい状況にパー3って置かれてるケースがすごく多いんです。でパー5とかパー4っていうのは割とこう、冷静に
まあ、フェアウェイに打ってセカンド乗っけてっていう考え方ができるんですが、なんかパー3だとですね、ピンに行かなきゃとか、そういうそのゴール目的が狭まってしまう。ですから余計なんかもうプレッシャーがかかる。一番ねやっぱりボギーになっちゃう可能性が非常に高いんですよね。特に海外なんかも含めてスタートホールがパー3っていうホールがものすごく嫌ですよね。まあ、スタートでねパー3だった話が今ハルさんから出ましたが、最終ホールのパー3っていうのはこの野中コース18番、まあ、ある意味シグネチャーな、ホールになってますが、阿部さんどうですか、最後がパー3っていう。しびれますよねどんな風にしびれます。なんかここまで目標のスコアできてて最後パー3でボギーだったら例えば30台だったりとかボギーだったらその70台で回れるって時に最後のパー3が来た時のこのティーショットの緊張感ってすごいんじゃないかなと思いますね。最後のパー3っていうのはしびれます。確かに、はい、一番パーを取るのが難しい。そうですよね、かもしれませんね、プレッシャーの中ではね、はい、なるほど。エバーグリーンレッスン野中コース6番のパー3のティーイングエリアにやってまいりました。当然のようにここは皆さんねアイアンでのティーショットということになりますから、ハルさん今回これをちょっとレッスンのテーマに取り上げてみようと思うんですけど、はい、ポイントって何かありますか。パー3アイアンのティーショット、まず距離を合わせるっていうのはすごく大事ですね。でじゃあアイアンでどうやって打ったらいいかっていうと、どうしてもこうダウンブローにアイアンって打たなくちゃいけないっていうなんか意識ありません？イメージありますよね、イメージ的なもの、ターフバーンって取って、はい、であんまりこうターフを取りすぎるとスピンがかかって、最近海外でもそうなんですが日本でもね太平洋クラブは高速グリーンじゃないですか、落ちてからスピンがかかってビューンと戻ってきちゃう、戻らないで狙って落ちたところから、まあ、理想的には1メーター以内に止まるぐらいに打てれば一番いいんですが、アマチュアの方はこうティー刺しますよね、ティーボックスでこうギュッとこう刺しまして、ティーを最後まで刺しちゃってもう全然ティーアップされないような感じこれをちょっとだけ高めにティーアップしてあげると割と楽にうまくインパクトできますから。はい、今回のレッスンの舞台は6番ホール179ヤードパー3。春には桜満開の谷を越えるティーショットが楽しめます。今回はアイアンのレッスンですので実測150ヤードのティーを使用します。まずは阿部さんから、クラブは5番アイアン。ちょっと風に流せるかな、はい、風あるんだね、ありますね、結構巻いてます、やっぱり上げてる、巻いてますね、こうですね、上げてたり巻いてたり、はい、フォローだと思いますね。ちょっと続いて広沢さん、クラブは7番アイアン。ナイス、風来ない、来ないな、風来ないね、風なし、風なし、こう来てましたよね、うん、はい、私は、まあ、こういうこともありますよ、うんうん、ナイスショットです、はい、現状のハルさん診断結果をご覧いただいて、いやもう何も言うことありませんぐらい自分のスイングを持たれてるんで、うん、あとはやっぱり大事なのはスイングの打ち方がどうというよりも風の読みですね、風の読みとか、あとそのこのアゲンストなのかフォローなのか全くわからない感じ、つまり巻いてるのがこういう谷越とかの特徴なんですよ。でここではあんまり風感じなかったりするんですが、少し飛んだあたりで風が抜けてたりするケースがあるので、その辺の風の読みっていうのが非常に大事だと思いますね。ですから今ももちゃんもナイスショットしたんですが、ちょっと右に流されてってしまった、はいはい、でそれを見た広沢さんが左からの風だなとしっかり風を読み、距離もやっぱフォロメかなと思って軽く合わせて打たれたんですけれども、実はグリーンよりちょっと奥めに行ってしまったかなっていう、うん、その辺のやっぱり自然の読みっていうのがすごく大切なので、
お二人ともあのスイング自体はすごくいいし、落ち着いて判断されて打たれた結果が出てるんで、何も言うことはないですね。アマチュアにありがちなミスは、こういうパー3の時に谷が視界に入って打ち急いでこう下に行くっていうね、どうやったら谷に吸い込まれるっていう、ものすごくね多いですね。なぜそうなってしまうかっていうと、これを超えなきゃいけないっていう義務感がねすごくあるんですよ。広沢さんが5番アイアンで打つって言われたら、もしかしたらドライバーの方がいいんじゃないかなっていう、なぜかというと確実にこの谷を越えなきゃいけないんですよ。越えなければ全く何か言っても前に進めなくなっちゃいますから。田中さんは谷を確実に越えるため6番アイアンをチョイス。ナイス。あ、風が来ないですね。ほう、番手が普段よりは1番手今上げてみました。7番でやっぱりきっちり届かせようとかするとどうしても力が入ったりしますよね。で今6番で軽く打たれましたよ、はい、そうするとスイングはブレない。それゆっくり振ればちゃんと整体したところで捉えられるっていう考え方から、確かに番手を上げたらあの谷が全く気にならなくなりましたからね。はい、そうです、谷に入るってことは、ね、はい、次回エバーグリーンクラブ、レッスンはアプローチを極める、目から鱗、春常澄のアプローチ論とは。そして八千代コースの改修を手掛けたコース設計家島村忠、オリジナルを尊重しながら新たな息吹が吹き込まれた八千代コースのシグネチャーホールに迫る。太平洋クラブの共通会員制が進化します。都心からほど近い千葉県八千代市に新しく八千代コースをオープンし、国内でプレーしていただけるコースが17コースから18コースになります。八千代コースは都心から車でも電車でも1時間以内で行け、18ホールをスループレーで楽しんでいただけるコースです。ゴルフをもっと気軽に、もっと身近に。八千代コースは新しいゴルフライフを提案するコースです。太平洋クラブは一つの会員権で国内18のコースをプレーしていただける共通会員制ゴルフクラブになりました。世界のトッププロも絶賛するハイクオリティなトーナメントコース、自然に恵まれた戦略性の高いコース、セルフカートで気軽にゴルフが楽しめるコース、ゴルフだけではなくホテルを備えたリゾートコース、そしてスループレー専用の八千代コース。太平洋クラブは進化を続けます。八千代コースのグランドオープンにとどまらず、国内保有20コースの実現を目指し、新しいゴルフライフを提案していきます。太平洋クラブ新規会員募集、パーソナル会員は380万円、詳しくは資料をお求めいただきご検討ください。ご購入をご検討の方には国内18コースのうち1コースをご優待料金にてプレーしていただけます。資料のご請求は 0120-121-289 または太平洋クラブで検索。